アフレコをする際に一番難しかったシーンはどこですかと、はい、<ー>これはちょっと全員にお聞きしたいですかね、はい、じゃあ木村さんからお聞きしていいですかいやそうですね、はい、結構もう何もかもがこれまでの声優人生で何ですかねこう培ってきたものとはもう違ったんですよ。そんなにですか、えーはい、もう僕は なんか最初のの頃はそれとの戦いでしたね、はあ、いわゆる、あのー、アニメーションの声優として今まで僕らがこう勉強してきてこう上手くなりたいと思って、はいね、こう練習してきたものっていうのは、はい、どれだけ、うん、分かりやすくって、はい、派手で、ねはい、こうスクリーンから飛び出してくるようなね、はい、そういう迫力のあるお芝居ができるかっていうところだったんですけど、はい、とにかくリアリティを監督が追求されたもんですから、はあ、なんかこう。 今まで僕らがこうでも特に僕がこう持ってたものっていうのをどれだけこう抑えられるかみたいな<ー>どれだけリアルにお芝居ができるかっていうところが、まあ、課題だったのでなるほどあのそれそれを頑張ってました<ー> <laughs> じゃあ本当前編通してやっぱ今までにない挑戦があったっていうことなんですねその通りだと思いますなるほどですしだからこその返せって一言がはいはい あの非常にあの僕の中であの印象的ななだったかなっ3時間撮ったという映画もお聞きしましたけども3文字に3時間なんで要はやっぱこう声優としてどうしてもやりたくなるのは「返せ!」みたいなこういういのやりたくなっちゃう,いうそうじゃないと「返せ」ってこうどれだけこうね普通のこうね高校生がこうボールを取る時にこうリアルな息遣いでそれを言えるかみたいなところをこうまあ 追求したっていう感じなんですけども。 だからすごくこうやっぱ記憶に残ってる一言ですはいもうでもあれはもう花道ファンはみんなしびれましたからはい、やっぱあの言い方をして頂けて本当にみんなね心奪われましたのでありがとうございますあのシーンの直前になるとバク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 いろいろ蘇るわけですねちゃんと言えてるかな俺撮ってるから撮ってるから生ちゃうから回ごとに変わらないから変わらない今日の回線あんまだなみたいな回線安定してるわ文字順が入れ替わってたりとかねどういうことですか意味がわかんないです A とかな笠間さん、いかがでしょうか、難しかった <laughs> シーンで僕、結構キャストのみんなって、はい、えとすごいたくさん撮ったなん何回もテイクを撮ったっ、はい、それこそ、ひと言3時間とかね、僕、全然なくて、なんか僕が頑張ったっこれを出すのが僕の仕事だっていうふうに思ったのは。はい そのまあやっぱりそのバスケの経験者っていうのもありますからやっぱバスケ独特の生と動の切り替わりの本当にこうなんかすごくあの何て言うのかなすごく疲れてるのに急に。 動それがだから本当とに限界を超えたところでの自分の思いとか体の状態ってすごく僕の中でやっぱりバスケットの作品「スラムダンクで声を当てるってなった時一番重要視したところなんですよ<ー>だから本当にあの,あの日々つらかった。 練習とか、もう本当試合後なのにシャトルランを3さ,させられたりとか <laughs> あ,りあ,りああいうのをすごく思い出して <laughs> そのまんまやったんですよなるほどだったらもうそれでっていう感じで言っていただけたのでなんか自分としてはそのアプローチの仕方は間違ってなかったなっていうふうに思いましたし<ー>なんか僕にしかできないなるほどバスケをやってきた からこそできることを表現できたかなっていうふうに思うので<ー>本当だからすごく小さな息とかすごく本当木村君言ってましたけど、はい、そのマイクに乗らないようなリアルな声とかも乗せてくださるんですよ、はい。なので本当にあじゃあもうこれは もうナチュラルで自然で、もうバスケットマンとしての自分の経験値を全部そこに継ぎ込めばいいんだっていう風にさせていただけた現場だったので、<ー>練習頑張っておいてよかったですね。そうですね。ね <laughs> 本当辛かったですからね。その時サボってたら気持ちわかりませんからね。そ <laughs> <laughs> う,うね。はい。<laughs> おお、そうですね。あのー、まあやっぱり皆さんと同じですよ。あのー、息だったりっていう部分なんですけど、リアリティのあのー。 これぶち壊しなんなきゃいいなでもね本当に1個だけ難しかったのがご覧になった方わかると思うんですがあのですねこう戻ってくでしょあるこの中の誰かが私の尻にドゥンってやったんですはい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 ありましたねこれは奥の人ですかね奥のかな音ですかあの男が「うん」ってやるからこんな時に何をつってボンってやるんですけどこれがね 毎収録ごとに収録したんですよえぇー行くたびになんでなんですか最初やった時はなんかもっとこうこの緊張感をちょっと崩す感じにはいはいはい思わずやっぱりやりたがりなんでうんとかやっちょっと可愛い声を次の収録の時も今度はちょっとおさめでってやってたらあのそれだと ちょっと重たいっていう、重たいって、<laughs> <う>なんかうまいこといかないんですよなんかこう,、えー、うなんかあんまり面白くしすぎてもそれはそれでチャカしてることになるし、はいはい、かといってやらなすぎたらすぎたで、このだからそっからの。 あのこんな時に何をっていうこの勢いがっていうのがななんかうまくいかなくて、でもこういう時ってどうリアクション取ったらいいんですか？こんな時ないですよ。緊張経験あるかもしれない。緊張の息もこだわったからね。そうですね。ちょっと一瞬のこの抜けたシーンっていうのが本当難しくって、緊張と緩和の緩和の部分ですかね。ちょっと毎またまさかね毎回取り取り直しての毎回取り直しましょう。あの僕はそこ一発撮りでしたよね。あれ <laughs> 逆に、めちゃめちゃ艦長経験者じゃん、逆やる笑いとき、<laughs> そうですね、慣れ,れてた、すぐにイメージが湧きました。 もう本当質問がつきませんけども、えー、質問コーナーは以上とさせていただきます皆様本当にありがとうございました質問をいただいた皆様もありがとうございましたあの他にもね質問したかった皆様すいませんお時間の関係でねこれで終わりとさせていただきますさあここからでございますけども、えー、今回はですねエンディング主題歌を担当いたしましたテンフィードさんですが、えー、中村さんは対談をされているということなんですけどもそうなんですよその時の印象はいかがでしたか、はい あのね「音楽と人」という雑誌で、はい、たくまさんと、はいえー、対談させていただきましたけど、はい、あの僕、本当に学生時代からずっと10フィートの音楽を聴いて,て、はいてそんな方が今、目の前にいるんだと思うとすごい緊張したんですけど、はい、めちゃめちゃ気さくで、はい、とっても、あのー、心の優しいお兄ちゃんだなっていう印象でしたね、はいえーえー、話しやすい感じで。ずっっと喋ってましたその対談 <laughs> 中ももちろんなんですけど、はい、対談から出てもずっと喋ってました、えー、あのなんかご自身の,、はい、あのツアーピックとかもいただいたりして、えー、そうこれ使ったやつなんでってめっちゃ嬉しかったですね。 はい、<laughs> ありがとうございますそんな、ね、気さくな10フィートさんなんですけども、はいえー、このイベントのために演奏した特別パフォーマンス映像が届いておりますえー、<ー>マジっすか、えー、すごいですよね、えーはいえー、皆さんとご一緒にご覧いただけたと思いますけどもまずはキャストの皆様1列目の方にご移動なさってもらってもよろしいでしょうか私も移動させていただきますはいみんなで一緒に見させていただきましょう、うん、まさかねこのために特別というのがねどんな映像なのか気になりますけども さあ皆さん座り位置を確認していただきましてありがとうございますすいませんすいませんこれはドリンク足りてますかああそういうことですねあだからすみませんこちらすみませんすみませんポップコーンもありますかねポップコーンもありますかすぐ買ってきますけどご用意いただければさあそれでは皆様ご一緒にご覧いただきましょう映像お願いしますあの今日はちょっと 茶化したことしか言ってないんですけれどもでもあのー一つ <laughs> 言えるのは、はい、本当に今日この日を迎えられたことが本当に嬉しくって、はい、あのー靴湘北の靴履いてきました湘北コンバースなんやえー履いてきましたあ,あのーそしてあの赤木の言葉を借りるって言うならば、はい、本当皆さんに言いたいです、はい、あ,のありがとうよおー 本当に感謝の気持ちでいっぱいです。まず試合中歌ったぞって言いたいですけど、もう名もなく終わります。は <laughs> い。あ、<laughs> ありがとうございます、ねああ。ありがとうございます。はい。さあ、そして続きまして木村昴さんお願いします。はい。いや分かったですね。今のめっちゃ興奮しました。本当に。いやすごかったです、ね。多分ね、あのここにいるみんなもそうだと思うんですけど、はい、やっぱこのスラムダンク、The First ス,スラムダンクっていう映画に携わらせていただきいただいてからです。はい、やっぱもうこの曲聞くとものすごいこう心揺さぶられるんですよ。わかります。はい。ですし、あのー。 なんかもう自分のこう人生のテーマソングなくらい、はいはい、やっぱこうたくさん聞いてきましたしファンも同じ気持ちですそうですよね,、はい、ねですからあのありがとうございますあのやっぱもう一度このさあのこの物語に触れたいなっていうふうに思ったんで、はい、あの多分数日の間に僕もう一回見に来ようと思いました<笑><笑>ぜひお願いしますはいもしよろしければで、えー、結構ですが、はい、あのまた何度でもこの映画に触れていただけたら嬉しいなというふうに思いますまた引き続きどうぞよろしくお願いしますありがとうございましたありがとうございました。 さあ、続きまして、神尾慎一郎さん、お願いします。はい、えー、本日はご来場、そしてライブビューイングの方でもですね。あのご視聴いただき、誠にありがとうございます。ザ・ファースト・スラム・ダンク、ルカオカイでの声を担当させていただきました。えー、本当に、自分の役者人生の中でも、本当にこう貴重な、あのー、役という部分で、えー、本当に何ですかね。緊張がずっとしてた状態から、公開して、今、156日はい。一、はい、目です。はい。 でしかもこう応援上映なんかもあったりとか、はい、あとはその赤ちゃんと一緒に見るよとか、なんかお母さんが見るよとか、本当にいろんな、あのー、展開があ,ありますので、はい、これからもまだ156日は途中だと思っているので、また一緒に皆さんとこういう場所で会えたらいいなと思いますし、はいはい、これからも THEFIRSTSLAMDUNK、えー、ススをどうぞよろしくお願いいたします。 センフィートさんは4年とおっしゃってましたけども4年公開ですねだから本当に <laughs> <laughs> すごいですよねスラムダンクとともに中学を過ごしたとかそういうことですねスラムダンクとともに高校を卒業しましたっていことが出てくると思います、ね、<laughs> 大学も行きますけど4年あれば <laughs> 楽しみに待っております <laughs>、はい、はい、ありがとうございましたさあ続きまして笠間淳さんお願いしますはい、えー、三井久志の声を担当させていただきました笠間淳です改めて今日はありがとうございましたありがとうございました えと本当に、まあ、今テンフィートさん皆さん見ていただいたしで、まあ、僕らもこういう高いところでこういった形でありがたく挨拶をはさせていただいてるんですけれども、はい、僕らも結局1つの作品の中のピースでしかなくて。 本当にあのもうチームスラムダンクに関わってるチーム全体、そしてま音楽周り、作画周り、そして我々のお芝居周り、そしてかなかさんもどうもありがとうございました。あ、ありがとうございます。あの本当に一つ一つのピースが井上監督のあの。 素晴らしいスラムダンクっていう作品をいかに彩っていくかっていうのに終始した制作期間だったなっていうふうに思いますのである意味皆さんにこれだけ受け入れていただけたっていうのも一つ一つのピースがもう死ぬ気でそしてもうすごい熱量をかけて作ってきたがゆえのことかなっていうふうに思っておりますのでこの熱と我々一つ一つのピースの本当に魂っていうのはこれからもずっと作品とともに居続けます。 ので皆さんもどうぞこれから先ももう何回も何回もその魂で作られた井上監督のあの素晴らしい作品を彩ったみんなのチームの作品をですねぜひたくさんたくさん見ていただければありがたいなというふうに思っておりますのでどうぞよろしくお願いいたしますこの今回今日本当に高いところから失礼しましたありがとうございましたありがとうございましたさあそれでは最後になります中村修吾さんお願いします はい皆様、改めて本当に本日はありがとうございました,ましたライブビューイングの皆さんも本当にありがとうございます、嬉しいです、えー、こうやってね、もう今、全国で、あのー、見ていただいていると思うんですが、こんなたくさんの人数で、やっぱ気持ちを一つにしたり、一緒に熱くなれたりすることって、やっぱ人生の中でもなかなかできないことだなと思うんで、はい、本当にうれしく思います。 えー、僕は本当に宮城亮太を演じられて本当に幸せ者ですしこれからもねさっき拓本さんも4年って言ってましたけども,うもっともっとあの長く愛されていろんな方に見てほしいなとも思います、えー、そして今日やっと舞台挨拶でこで「笑福」メンバー5人でこうやって立つことができて田村さんとも立つことができて本当に嬉しかった、えー、だから次回とかねあったら是非ねあの「三王メンバー」なんかもね 皆さん、そうね、それも熱いですね。そうそう、あのそういう日が来ることをもう夢見て、えー、僕もねまた映画を見てあの期待感を高めていきたいと思います。本日は誠にありがとうございました。イチニッサ！は<ス>い。サッカ